はい、どうも、ざわと申します。プライマルハーツ続きの方をやっていくんだけど、さあ、前回カナカナから若干疑いをね、持たれているという、まあ噂がね、ちょっと広まってしまったんで。まあ、でも、口座からお金が減ってて、で、ゲーセンなり外でいろいろぶらついてると。ちょっとね、これは疑われても仕方ないムーブは取ってるけどね。まあ、怒らせないように立ち回れるのか、じゃあ見ていきましょう。なんだまたか。おお。あら可愛い。なんだそれ。こういうのが好きなんかね。きっと美女が俺の噂をしているに違いない。はいはい。なんとかは風邪をひかないと言うからな。うん。まあそうなんだろうな。なんとかはな。うん。それよりお前本当に行くのか。当たり前だ。そのためにわざわざ私服に着替えたのだからな。すごい私服だよな。猫っぽい帽子にミニスカートというロリコ大好きが燃え転がるような服装。大好きって何。ある意味で制服を着ているより年齢が下がって見える。もうね、自ら年齢下げにいってるよね、見た目の。でもその格好だと確実に入店を拒否されると思うぞ。天神平が行こうとしているのは、更新所から聞いたちょっとヤバめのお店だ。なんでその服なんじゃ。吸い込むと気持ちよくなっちゃう系のお店の中にいる奴らが、愛の島学園女子の話をしていたらしい。おお。とは言っても、あそこの学園はレベルが高いとか、お近づきになりたいとか、そういう類の話だけど。まあ、そういうのはね、あるでしょう。ちょっとした、やべえ奴らならば。まあでもどうなんだろうな。まあ怪しいところは行くみたいな感じなんのかね。ぶっちゃけ不審者とは関係ないと思うんだが。そう言い切ってしまうのは早計だ。それにやっと出てきたそれっぽい話なのだ。現場に行って直接話を聞かなければな。ラリってる人たちは危険だって。そういうのは警察に任せておけって。ラリってるってなんか最近聞かないよね。なんだ、おじけづいたのか。ならばそこで待っていろ。私一人で行ってくる。いや、一番あかん、それは。鼻息荒く、ずかずかと先に行ってしまう。はぁ、あ。たく、この売り亡命。なんで俺がお前について回ってるのか、理解してないな。危険を避けるためにいるのに、お構いなしにズンズン突っ込まれると困るんだよ。とはいえ、こいつを止めるのは容易じゃない。だが、すでに策はある。要するに天神平をその店に入れなければいいだけの話だ。おお。幸いにもその怪しい店は裏路地が混み合っている場所にある。ナビもなく一度場所を聞いただけで到達できるとは思えない。道に迷ったふりをして別の場所へ誘導してやるぜ。完璧な作戦だ。て、おい、俺の意に反して天神平は目的地へとズンズン進んでいく。おお、逆ゾロみたいな感じね。逆に勘がいいパターンね。このままじゃ本当にたどり着いちゃうぞ。おい天神平、そっちじゃない、その角を左に曲がれ。ん、そうだったか。いや、やっぱりこっちだな。なんか怪しい雰囲気がする。勘がいいんだな。しまった、野生の勘の持ち主だった。ここはあいつを羽交い締めにしてても。ん、曲がり角を曲がる前にいきなり天神平が立ち止まる。おい大丈夫か。すごいね。すごいとこだね。え、背景出てくんの。富士。おー、なんて書いてあるかわからん。ダメだ、もう目が悪くて読め。行くか。どうしたと思いながら急いで駆け寄ると、赤いパトランプがこれでもかという勢いでうなりを上げていた。おい、やばくないか。なんだこの人だかりは。え、目的の店の前には野じ馬らしき人たちが大勢おり、携帯電話を片手に写真を撮っている人までいた。やがて店の中から警察官に両腕を押さえられた人たちがゾロゾロと出てくる。おお。何があったんですか。前からこの店ヤクの売買でマークされてたらしいんだけど。おいおい、今ガサ入って捕まったみたいだぜ。やばくないか。なんだそれは。それじゃ不審者はいないのか。不審者、逮捕されたやつ全員不審者みたいなもんじゃねえの。そりゃそうだ。いや、
なく。なんでもないです。ありがとうございました。それじゃあ、天神平行くぞ。呆然としている天神平を無理やり引っ張ってその場を離れた。全員不審者ではあったか。とりあえず、一旦休憩をしようとやってきた喫茶店。あら、ボーイじゃない?いらっしゃい。全部ちっちゃい N が入るんだよな、最後に。うわ、化け物。おい、化け物はやめとけ。お前、そういうことは聞こえないようにこっそり言えよ。そのツッコミ、さりげなくしどいと思うの。しどい。私泣いちゃう。しどい。今のは違うんだ。私は初対面の人間を化け物呼ばわりするような失礼な人間ではない。人間だったな。いや、もう無理だ。そうだ、前に見た夢を唐突に思い出したのだ。されてたな。腹水は盆に帰らないんだ、アルヒさん。今思いつきましたみたいな言い訳を必死にしていた。いいわよ、そういうの慣れてるから。あ、そうなんだ。そういうの慣れてる。ある程度、あ、もう強い自己を持っていらっしゃると。申し訳ない、撤回して謝罪しよう。あら、謝らないでね。だって謝られたりしたら立ち直れなくなっちゃう、うん、むしろネタとしていじってほしいわ。いや、店長さんいい人なんだろうけど、つかみどころがねえな。何なんだろうな。いじるとはどうすればいいのだ。そうね、面白おかしくすることかしらね。それはかなり難易度が高い要求だな。だから今日もメイク乗ってるねーみたいな感じ。本気で頭を抱えながら考えているようだった。本当、真面目でまっすぐなやつだな。ところで今日は駒形はいないんですね。ミスユズキはお休みの日なの。だから見て、お店の中ガラッガラでしょ。マジで一っ子一人いない。なんて厳禁な客層が多い店なんだ。そろそろ新しいバイトの女の子増やさないとダメかしらね。清楚で可愛くて、愛想も良くて、おまけに私に理解がある女の子、知らない。なかなかいないよ店長、なかなかいない。駒形という奇跡の存在をありがたがるべきかと。休憩ついでに聞き込みをしようかと思ったが、まあこれなら仕方あるまい。休むと言って連れてきたのに、少しも休む気がないのかこいつは。それでご注文はどうするの。俺はコーヒーで、天神平はオレンジジュースでいいのか。おい天神平。なんだ。うにゅかわいい。オレンジジュースでいいのか。構わんの。気もそぞろにまた壁の方をじっと見る。何があるんだと思い、俺も視線をそちらに動かすと、どうした。パフェフェア開催中と描かれたポスターが貼ってあった。なるほど。お前パフェ食いたいのか。そんな子供っぽいもの、この私が食べるわけがないだろう。ああ、癒されるな。言いながらも視線がポスターに釘付けだ。ほんとなんかペットにしたいな。ほんとわかりやすいやつ。それじゃあコーヒーとオレンジジュース、それにフェア中のパフェも一つ。パフェを頼むのか。どうして。疲れてるから甘いもの食べたいんだよ。お前も頼むか。私の目の前でパフェを。くそ、想像しただけで気がめいる。ここは私も頼むか。いや、しかし子供っぽいし。それじゃあ店長、注文は以上で。了解、すぐに持ってくるわね。はあ、行ってしまった。ぐったりとテーブルに突っ伏しながら落ち込んでいた。まあそのパフェはアルヒさんにあげると。すぐに決断できなかった私の不甲斐なさがこの結果を招いたのだな。
先ほどの店の件といい、ここ最近ついてないことばっかりだ。まあそう言うなよ。やばかった非合法店がなくなって町の治安も少しは良くなっただろ。それはそうだけど、それに何人か捕まってたみたいだしな。仮にさっきの中に例の不審者がいたならついでに捕まってるさ。それならいいが。それよりほらスプーン持って。ん？なぜだ？そろそろ注文したものが来るから。うん。はーい、お待たせ。ラプンツェル特製パフェよ。おー、もうね、なんかね、よだれが出ちゃってるよね。この刃とよだれのコンビネーションいいな。なかなか見ないね、この刃とよだれのコンビネーション。おふう。猫耳帽子から本当の猫耳が飛び出しそうなくらい目を輝かせている。本当はものすごく食べたいのに無理しちゃって我慢して必死に背伸びしているのか、逆に可愛らしい。うわーすごいな本当に。こんないろいろ入れてなんか予算大丈夫なん？いろいろキウイとか入ってるよ。マジかよ。ほら食べていいぞ。興奮しすぎたのか、カミカミだった。疲れてる時は甘いものが食べたくなるからだよ。お前だって歩き通しで疲れてるだろ。だからほら、遠慮しないで食え。お前が注文したのに、なんで私が。注文した時は食べたい気分だったんだ。でもコーヒーに砂糖を入れすぎちまって、もうこれ以上甘いものを食べられそうにない。それじゃあもったいないだろ。うむ、確かに。それに、このまま余らせたりしたらせっかく作ってくれた店長にも申し訳ないしな。そうだな、失礼だもんな。そうだな。いや簡単に乗ってくれるよな。俺がそれっぽいこそれっぽいことを言うたびにウッキウキになっていく天神だよ。耳どころか今にも尻尾を振り出しそうな勢いだ。それじゃあ、うん、本当に食べるぞ。どうぞ。ああ全部言っとけ。同年代とは思えない。すごいよな、もう完全幼児対抗だな。力いっぱいスプーンを握りしめながら、よだれを垂らさんばかりに目を輝かせている。それじゃいただきます。マフ、おいしい。どうかよかったな。あまりに幸せそうな顔にこっちまで思わず頬が緩んでくる。もうパパになっちゃってんな。じゃ、かなかなはママか。おいしいよ。夢中でパフェをがっついている。普段からこんな感じに素直だったらどれだけ可愛げがあるか。この冷たいアイスと温かいチョコの加減が絶妙だ。うん、あら、そんなに褒められたら照れるわ。このシャリシャリした食感、コーンフレークか。それは結構普通に入ってるんじゃね。甘さに慣れてきたところへの、うん、素朴なみかんの味わいが心に食いな。みかんすごいな、いろいろ入ってんだな。それも普通な方じゃね。いや、まあでもこういう店なら普通なのか。こめかみがキーンってなってるし、うわ、なんかエッチ。何そのこんな大量につかないだろ。お、これは嘘だろさすがに。ここにチョンだったらわかるけど、これはやばいだろ。どうなったらこうなるの。ほらがっつきすぎだって。ほらクリームがほっぺについてるぞ。あ、母か。ハンカチなんてこじゃれたものは持ってないので、ほっぺのクリームを指で拭ってやる。お、おい、おいおいおい。ルートみたいなことするね。いいじゃないか、一口くらいケチケチすんなよ。お前がそのクリームを処理したら私の
ごめん、全然意味わかんない。もうちょっと説明してもらっていい？自分で吹けばいいが、お前に処理されると行儀が悪いことになってしまう。おう、わかるようなわからないような。お前にはこういうところばかり見られてる気がする。いいじゃないの。どういうところだよ。一瞬の隙をつかれるようなところだ。まったく、お前くらいだぞ。この私を子供扱いするのは。まあ、かなかなもか。本人は堅くなに大人ぶってるけど、それが子供ってことなんだよな。俺に妹がいたらこんな気持ちになるんだろうか。おしゃまなところとか妙に可愛くて、お、すっかり定位置になった頭に手のひらをポンポンと置く。だからそういうのが子供扱いしてるというのだ。そうだな。ちょっと拗ねたように言いながらも、天神平は素直になでなでされていた。いいね。さて、そろそろ行くか。砂糖たっぷりのコーヒーを一気に飲み干して席を立つ。うえ、口の中あんま。普段はブラック派の俺にこの甘さは強烈だぜ。では支払いはこれで頼む。そう言って相変わらず無造作にポケットからカードを取り出す。待て待て、ここは俺が誘ったんだ。だから俺がおごる。ダメだ、前だって私の分のジュースを買ったのだ。だから今日は私の番だ。それを言われると、こいつが金持ちなのは知ってるけど、見た目が子供な女の子におごられるというのは俺のプライドがですね。まいったな、どうやって言いくるめてやるか。あら残念。あら、うちカード使えないのよ。そうなの。カード使えないって大丈夫？喫茶店は、まあでもどうなんだろう、2014、5年ぐらいはそういう店多いのかね。まだ多いか。俺の雰囲気を察した店長がカードリーダーをしれっとレジの下にはいはいはい隠しつつそう言ってくれる。店長ナイスだ、そういうフォローしてくれるイカス男だぜ。カードはダメなのか。ではこれを、釣りは募金箱に入れるといい、いつもそうしている。一万円札か。これまたいつかと同じように1万円札を無造作に取り出した。のんのん。のんのん。こういう場所では男で年長者が払うのが社会のルールなのよ。ねえ、盾は希望。ウィウィ。そうだぞ。お前は物を知らないな。そうだったのか。男にとっては生きづらい世の中だな。そうなんだよ。もう理解してくれてありがとうね。もう電車でも。もうどこでも、もう生きづらい世の中になりました。こういうのをあっさり信じるあたり、まだまだお子様だな。確かに、まあこういう一面があるから妹みたいでほっとけないんだけどさ。じゃあ店長、お会計よろしく。あの場では納得したかに見えた天神平がしきりに首をひねっていた。男がおごるというのは分かったが、これでは借りが増えていく一方ではないか。お前に何もメリットがなさすぎる。それはあんまりだ。そんなことないさ、メリットは十分あったって。パフェをがっつく可愛い姿が見れたとか、まあいろいろ癒されたな。そうか、私にはそう思えない。対等に言い合えるということを望んでいる天神平にとって、たとえあんなのでも借りを作るのは避けたいのか。ああ。それならお兄ちゃんありがとうとにっこり笑顔で言ってくれ。それで全部チャラでいい。なんだそれは、新手の嫌がらせか。新手の嫌がらせです。前にも言ってくれたじゃん、ケチケチすんなよ。あれは警官が、今とは状況が違う。こうやって改まったらそんなこと恥ずかしくて言えるか、バカ者。ほれほれ、俺に借りを作りたくないなら言うがいい。あ、ついでに上目遣いのコビコビでよろしく。おい、そういうの好きなのか。なんといい質な。ただより高いものはないというが、今まさにそれを思い知ったぞ。それが嫌なら頭を撫でさせろ、グリグリさせろ。それはいつもやってるじゃないか。それでは借りを返したことにはならん。いつものやつはいいんだ。くそ、無理にでも支払っておけばよかった。こんな屈辱そうそうない。だが借りを返さないなど、この私にとってそれ以上の屈辱。何これ、
ボンモンとした半モンとしたなんて読んだら、下天神平が顔を真っ赤にしながらプルプル震えていた。よし、何気ない感じでさらっと言えばいいのだ。うん、私ならできる、できる。やるのか本当に。小さく息をつき、目を閉じて意識を集中させているようだった。さあ皆さん、ロリコンの皆さん。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ごちそうさま。お兄ちゃん。ふぅ。いいねー。なんか俺そういうのじゃないけど、こういうのいいね。こういうさ、なんかさ、言い淀んでる感じいいね。やべえ、なにこれ、かわいい。クリクリしたい、ほっぺをつねつねしたい。ふにふにしたいか。ロリコンじゃないはずなのに、何かに目覚めそうだ。どうだ、言ってやったぞ。これで私の勝ちだな。何に勝ったのかはわからないが、やり遂げたようなすがすがしい顔をしていた。まあそれならいいか。いや、御用達だったなぁ。ロリコンの。特に何もないんだな、その後。いろいろあったが、特に不審者の進展もなく、いつものように天神平を送ってから家路に着く。さーて、今日は何を食べようかな。冷蔵庫の中身を思い出しながら、今日の晩ご飯の献立を考える。確かまだ肉が余っていたはず。それとオリーブオイル。いいね、焼肉丼か。それにしてもすっかり遅くなってしまった。マンションからこぼれる明かりに何とはなしにホッとしてしまう。人の営みってなんだか優しいね。さて、オリーブで肉を炒めるかな、それともぶっかけて使うかな。ぶっかけるの嫌だな俺は。立脇くん、怖っ、怖っ。ちょっとね、あの声怖いんですけど。うわ、怖っ。ん？マンションの玄関扉に手をかけたところで後ろから声をかけられた。あれ？菅野先輩、こんな時間にどうしたんですか？ちょっといいかしら。いつもならうふふと笑っている先輩がむっつり顔のままじっと俺を見据えていた。何かあったんですか？何があったのかしらね。うん。それを聞きたいのは私の方よ。ああ、とため息をついて先輩はそのまま俺の隣へ。お話ししたいことがあるの。時間いいかしら。まあそろそろ潮時だな。はあ。はあ。まあはあだな、これは。どうぞどうぞ、狭いとこですけど、どうぞ。何テンション上がってんだお前。お邪魔します。すいませんね、いつもは片付いてるんですけど、最近ちょっとあれがこれでして。そう。うん。最近忙しかったのね。どうしてかしら。なんか妙にトゲトゲしいというか、寒々しいというか。いつものお日様のような笑顔は全くなく、ものっそい、冷ややかな顔をしていらっしゃるんだが。すぐに飲み物。ちっきしょう。いつもはジュースがあるのに、麦茶しかないなんて。コップはちゃんと俺が使ったことない綺麗なやつを出しますんで。お構いなく。お、何その、え、何その表情、かっこいい。この立ち絵いいな、この表情で。いやいや、そういうわけには。何しろ家に女の子をあげるのなんて初めてなもんで、なんかすげえテンション上がっちゃいますよね。あー、先輩がいるだけで見慣れた景色に花が咲いたようだ。あー、なんだろうこの気持ち。すみません、ちょっといいですか。ひゃっほー。おい、カズマくんよ。あ、ちょっと立脇くん、近所迷惑よ。それはそうだな。カンナ先輩がわたわたとしながら慌てて窓を閉めた。いやー、高まる気持ちを抑えきれずについ叫んじゃいました。私が訪ねてきた理由に何の心当たりもないってことはないわよね。低く冷たい声に諦めて先輩へと向き直る。なくはないですかね。今日も春日ちゃんと一緒だったのよね。さて、
どうするか。まあ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 。もうでも潮時じゃないか？いよいよ。もうすべてを話す時期なんじゃないか。答えあぐねてポリポリと頬をかく。そういえば、先輩の私服初めて見ましたよ。確かに。かわいいっすね、そのワンピース。茶化さないで。察しがいいあなただもの。私が言いたいことわかってるんでしょ。怒りで染まった真剣な瞳が俺を突き刺すように攻めてくる。ああ、こういうの苦手なんだけどな。だから必死におちゃらけてたのに。春日ちゃんが無茶しないように止めてくれるって、あなたのこと信じてたのに。どうしてあんな危険なことをしてるの？まあね。止めるはずのあなたまで一緒になって。すがるような、潤んだ目で問い詰められると分かっていても胸が痛い。苦手なのは分かってるわ。あなたなら、春日ちゃんを止めてくれるかもって、私が勝手に期待して。無茶しないように支えてくれるかもって。でも実際は逆。今日だって、あんな危ないお店にあの子を連れて行くなんて。お、見てたのか。それを知ってるってことは、尾行でもしてました？先輩に心配をかけたことは、ただただ申し訳ないと思うが、普段はおっとりしているカンナ先輩が、天神平のこととなると、こうまで感情的になる。だからこそ言えないのだ。確かに周りがね、見えなくなるというか、何するかわかんないもんな。カンナ先輩は。チクリとする胸の痛みを押し隠し、心に鬼を宿す。ここだけは押し通さないと。おお、何？何何何？え、今日一枚絵出すぎじゃないか？まあ、先輩の期待には応えられなかったかもしれませんけどね。でも、あいつも満足してるし、それでいいんじゃないですか？あなた、それ本気で言ってるの？所詮俺なんてこの程度の男ですよ。天神平家のお嬢さんに媚びを売っておけば、後々役に立つかなって思って付きまとってただけですし。お、本当に言ってんのか、それ。お、さすがにそれはやばいんじゃないか？言い過ぎだぞ。え？え？ほら、あいつカリスマもあるし、取り入ればいろいろおこぼれに預かれるかなって。それじゃ、あんな大金を使ったのも？金？そうですね。金も持ってるから、おだてるといろいろとおごってくれるし、結構便利なんですよ。これはやばいな。だからあいつが飽きるまで、適当に正義の味方ごっこに付き合っておきますよ。いいでしょ？それで。パチーン、そりゃそうや。そりゃそうよ。いや、さすがにさ、さすがにその、道化になるのも、そこまではやりすぎじゃないか。乾いた頬を叩く音が静かな部屋に響き渡った。最低よ。キーンとした耳鳴りに遅れて、鈍い痛みが頬に広がっていく。でも、赤く腫れた頬よりも心の方が痛い。だって、俺を睨みつけてる先輩の目には、溢れんばかりの涙が浮かんでいたから。私の期待なんてどうでもいい。そんなことどうでもいいの。でも、春日ちゃんの信頼を裏切ったのは、絶対に許さない。いや、これも絶対に許されないな。泣かせちゃったか。しまったな。もう少しうまく立ち回れなかったもんかね。まあでもどうしても言えないのか。ここまでしても。さすがに。そんなにか？なんかもう、なんだろう。もういいんじゃねえか？潮時だと思うけどな、さすがにここまでされて。今更何を言ってももう無理かな。嫌われたかな。嫌われたよな。でも、それでいい。軽蔑して、蔑んで、嫌ってくれて構わない。そんな最低な俺を、ポロッと信じちゃうあなたが悪いんですよ。まあ、天神平もそうかな。あなたって人は。もう一発ビンタが来ると思って覚悟していた瞬間、携帯の着信音が鳴る。すいません、先輩。話の続きは後で。え？後で好きなだけなじっていいですから、今はちょっと待ってください。驚いているカンナ先輩を制しつつ、急いで電話に出る。
はい、もしもし。ええ、はい。え、そうなんですか。やっぱり天神平。え、ハルヒちゃん。さすがお母様です。はい、ありがとうございます。こちらの方はすぐに対処しますので。ちょっと立脇くん、一体何が。パンナ先輩を置き去りにしたまま急いでビッツさんに電話をかける。ああ、ビッツさん、今すぐ天神平を安全な場所へ避難させてくれ。え、場所？どこでもいい、安全であれば。小塚さん、それに安全なところってどういうこと。立脇くん、今夜一晩でいいんだ。それで全部ケリをつけるから。立脇くんってば。かわいい。ちょっと今のかわいい、やば。ちょっと待って。ごめん、今グッときた。立脇くんってば。バーのところやばいな。怒っているような、驚いているような、何とも言えない微妙な表情の菅野先輩に腕をつかまれる。わあ、いいな。ごめん、ちょっと待って。一体何がどうなってるの、ちゃんと説明して。いやー、いいな、聞いた。かなり聞いてしまった。見つかったんですよ、不審者の潜伏先が。やっぱり天神平を狙ってたんです。え、狙ってた、ハルヒちゃんを。うん、どういうことタイミングいいな、本当に。ただ潜伏先は分かりましたが、犯人の身柄をまだ押さえていないんです。だから一刻も早く天神平を安全な場所へ避難させないと。先輩の肩をガシッと掴んで真剣な顔で詰め寄る。カンナ先輩。はい。ここからは先輩の協力が必要なんです。質問は後で、答えは全部イエスでお願いします。ノーノーノーは やめてくださいね。オーマイガーじゃないですよ。それじゃ行きますよ。わけわかんねえだろうな、これ。カンナ先輩サイド、わけわかんねえもんな、だって。はい、ということで、じゃあ今回は、ここまでにしようかなと思います。いや、すごいね。いや、おちゃらけるね、主人公くんも。もう言っていいと思うんだけどな、そこまで言ったら。まあ今回ね、電話が来たから、まあよかったけど。さすがにそこまでして、ねえ。っていうところあったけどな。いやいやいや、やるね、主人公くんも。まあそんなところで、うん、まあ次回、まあでもどうにかなってんのかね、どうなのかね。まあ次回はどうなるのかお楽しみに。今日はね、なんか1枚2枚ぐらい出てきたから、うん、めちゃめちゃ豪華な回だったけど、まあどっちをサムネに使うかな。まあまあお楽しみにということで、それではバイバイ、ありがとうございました。